本日のカレーみたいですね。なんかこのさ、まあ、お得ですよ、うん、ご飯で例えるんだったらご飯大盛り以上おかわりできるみたいなもんですからね。幸せだな。おかわりが来ました。これです。でかいね。はい。いいんですか、うん、あ、 ありがとうございます。嬉しい。めっちゃ寂してくれる。嬉しい。チキンだけどチキンのベガン。そう、カレーの味は一緒。いろんな店はカレーのソースを作ってそれでいろいろ入れるけど、味はまた違う。またチキンで作る。この時間はチキンで作る。はいはいはい。そうすると味が別に。あ、試しながら。美味しい。これ美味しいが変わった方が。ああ、いや、店長めっちゃサービスしてくれるやん。嬉しい。うん、チキンカレー。チキンの部位はいろんなのがある。やべそう。いただきます。あー、おいしい。超うまいわ。チキンはいろんな種類が、あの、なんだろう、オーナーの好みというか状態によって変わるらしいです。今回は骨付きのチキンですね。おいしそう。このまま食べようかな。うまっ。おいしい。ビリヤニ今すごい流行ってる、ね、これ ご飯ちょっと細長いご飯ですか。そうですね。あのパキスタンのバスマティ香り米。へえ。あと大豆、ひよこ豆入ったりビリヤニ。ああ、ありがとうございます。あ、悪いですね。だからすごい悪いですね。ありがとう。ビリヤニね、今大人気らしいです。巷では日本で。いただきます。なんだろう、見た目がさ黄色なんだけどカレーっていう感じじゃなくて、ちょっとしょっぱい感じの、なんだろうな、香辛料の効いた味付きご飯みたいな感じ。チキン入ってるんでチキンの旨味がすごい入ってます。めっちゃうまい。バターチキンもいただきましょうか。いただきましょう。あ、美味しそう。じゃあこのバターチキンいただきます。本当にね、あの、しょっぱい。ちょっと辛みのある醤油焼きそばって感じ。うん、うまい。わ、この白い、なんだろう。じゃあいただきます。
ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかった。スパイス料理ミラクルのカーンです。厚木北口、スパイス料理、2号店。去年の12月1日からやってます。僕は食べ放題、カレー4種類、サラダ、デザート、とビリヤニなど、1000円で食べ放題やってます。学生さんは200円引きで800円です。学生さんにいっぱい食べさせてもらうために200円引きしてます。皆さんぜひ本場の味を、美味しいカレーを食べに来てください。めちゃくちゃ安くてコスパも良くておすすめです。ぜひぜひ。食品は直輸入と販売も卸も全国でやってますから、材料が結構安く手に入るので、子ども食堂もなんかされてるみたいな。そうですね、厚木の南口の方、はい、泉町7-20のところに子ども食堂、中学生までは無料で、子どもいっぱい来てもらいたい、いっぱい食べさせたいので、ぜひ一度来ていただければ嬉しいです。厚木でなんでやろうかなみたいな。そう、カレーの食べ応えはほとんど聞いたことなくて。あ、そうですね、まあ結構食べ応え、まあ、忙しい時出るのも遅くなるから、はい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 、5分にやればはい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 、まあ、ちょっとどうかなっていう。いや確かにそうで、なんか何のおかわりはあれど、そのカレーの、まあ、おかわりというかカレーをもう食べ放題みたいな、なかなかそれを1000円じゃないですか。そうですね、めちゃくちゃ安いですね。すげえ。なんか ここベリーダンスもやってるっていうか、なんか。はい、そうですね、第2と第4土曜日。どのあたりで踊ってたり。その辺踊ってもらって、はい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 、ステージ作って、それは普通にご飯頼んでっていう。そうですね、はい、でそういうのも楽しめる、はい、すごい、そういうショーも楽しめるっていいですね、はい、これ。じゃあぜひぜひ第2、第4土曜日で興味あるから行ってみてください。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。美味しかったです、はい、ありがとうございます。いや、めっちゃいい人、めっちゃいい人でした。ぜひ、ミラクルさん行ってみてください。このオーナーの人柄ももちろんいいんですけど、やっぱご飯店にはね強いで、安さがしっかりねあるんで、ぜひ、映ってないかこんな感じなんで、ぜひ行ってみてください。500円でこんな楽しみでいいんでしょうか。この辺の人でした。インド料理いいかな。